こんにちは NHK をぶっ壊すでおなじみの NHK 党なんですけども今回ね日本第一党っていうね桜井誠さんの、まあ、運営している政治団体があるんですよでこの桜井誠さんね、うん、あの本当に魅力的な方であるんですよ人気もありますしねただねやっぱりこう2つぐらい私問題点を抱えているなと思いまして1つは、まあ、組織内におけるかなりね暴力的な支配の形が ちょっと見え隠れしているところかなとその辺をどういうふうに釈明するのかなってところが一つです櫻井誠さんによって被害を受けているとされている方がおりますけどもそれが実際どうなのかなってことが分からない限りこれ以上日本第一党のこの大きさっていうのはね変わっていかないんじゃないか縮小していくだけなんじゃないかなと思うんですよねはいそしてもう一つはですねもう主義主張がね NHK 党と一緒じゃないですかもうこうなったら NHK はぶっ壊すみたいなこと言い始めてるわけですよ そうなってくると NHK 党の諸派党構想に、まあ、なぜ参加しないのかとおそらく今回日本第一党さんがね政治活動をする上で私たちの目に触れるのは最後のチャンスだと思いますこれから日本第一党が勢力を増していくってことはほぼ考えられずに今度消えていく方向にね ピークアウトしていくようにしかやっぱ思えないですし多分桜井誠さんん自身もその限界を感じじいらっしゃるんじゃるな,いかなとこれはこれから本当にね個人的な活動に終始していって会員も離れるしそれから資金面でも苦しくなるしってことがどんどんね加速していくんじゃないかなと思います。まあ、唯一生き残る方法として本当に今タイミングよくね NHK 党の立高隆さんが諸派党構想を立ち上げてそして桜井誠さんの参加も歓迎してると思うんですよ。 何の縛りもそこにはないわけですよ。そして政策も一致してると思うんですよね、今。NHK をぶっ壊すってことですよ。だからね、本当に桜井幕子さん、意地を張らずに、NHK 党に、今からでも打診してみてはいかがかなと思いますけどもね。そしたら、あの、今回の政見放送のちょっと下りのところっていうかね、触りのところをね、動画概要欄に貼っておきますので、ちょっと皆さんでも確認してみてください。え本当にここまで来たらね、NHK 党と同じですよ。うん。だから、 小さなあの意見の食い違いはもう党の存続とかね NHK をぶっ壊すっていうお題目大きな題目に共通するところがあるわけですから当面は手を組んでですね NHK をぶっ壊すことにまあ終始してみてはいかがかなと思いますけどねどうなるものでしょうかそれでは失礼します。